こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。おすすめな中国入代行業者がわかりません。初心者におすすめの中国入代行業者を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。えー、この動画では、中国入のね、代行業者ですね。で、えー、多数あります。で、ぜひね、おすすめの中国入代行業者のですね、理社長ですね、説明させていただきます。はい。えー、こちらですね。 大まかにこの4つですね。まずですね、中国に言う代行業者。これをですね、Google に入力してください。Yahoo でもいいです。そうしますと、まあ、多数ね、あの、中国に言う代、ね、行業者出てきます。で、その中でね、あの自分に合ったね、ものをあの選択していただければいいかと思います。はい。で、次、書籍なんですけど、これはですね、簡単に言ってしまいますと、この本をね、出した著者が、自分が利用しているね、 中国に代行業者、これをですね、おすすめするために出しておます。なので、ぜ、ま、ひ、あ、ねあの、自分で検討してね、ここがいいのかっていうのを決めていただければいいかと思います。はい。で、あの、3番なんですけど、知り合いにおすすめいく。これはですねあの、非常にいいんですけど、知り合いがいればいいんですけど、なかなかね、あの、情報を開示してくれない方も多いかと思いますので、まあ、あの仲いい、ね、方がね、中国にやってい,いればね、これを聞くのもベストですね。 はいで4番なんですけど、有料講座に入ってで、ねはいく。でこれはですねあのー、まあ、非常にですね高いです。あの、まあ、5000くらいからね、まあのー、例えば200人ぐらい集まって有料講座やっている先生の時に質問して聞くのもいいですし、個人コンサルだともうすごい高いで40万だからね取る方もいるので、まぜ、あ、ひ、ねあのーまあ、これはケースバイケースによって自分の判断でやっていただければいいかと思います。でおすすめここなんですね。1番です。で 私もですね、これ1番で、あのー、調べたりとか、あと3番ですね。私の先生がですね、あのやってますので聞きました。っていうか、教えてくれました、勝手に。はい。で、あの、こういった、あの、親切な先生もいますし、まあ、自分で調べるもいいので、ま、ぜひね、まあ、2番もいいんですよね。まあ、おすすめはやっぱ1番と3番で、で、自分でね、実際利用しては、ね、合ういありますので、ぜひね、それからですね、あのー、 自分に合ったね、中入代行業者を利用していただければ、まあ、あの、ストレスたまらないかと思いますので、ぜひね、探していただければいいかと思います。はい。はい、えー、LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げる、マル秘マニュアルをお願いします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube が質問ですが、一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。 番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。